清水次郎町、清水次郎町、清水の次郎町、文政三年一月一日、八百二十年二月十四日、明治二十六年、八百九十三年六月十二日は、幕末、明治の教託、幕と、本名、山本長五郎。次郎長白山とい名を取った三代目、神田白山の講談から広まり、広沢虎蔵の老曲、 ラジオ放送、レコード、その映画化で、街道一の親分として取り上げられ、人気を博する。大勢、小政、森の石松など、清水二十八人衆という屈強な古文がいたとされる。文政三年、1820年、駿河国有渡し軍清水の実り林町、現在の静岡県静岡市清水区実り林町の、船持船道、高木三重門、 文文三絵門の次男に生まれる。母方農事にあたる、米国省の高田屋の主、山本次郎八は、実子がなく、次郎八の養子となった。幼少時代の仲間に、長、正式の名称は不明という子供がいたために周囲が、長五郎を、次郎八の家の頃を、次郎長と呼び、長じてからもそう故障されることになったという。清水港は、藤川周運を通じて、賀の、 海の方面の年貢前を江戸へ輸送する海米を行っており、清水港の海鮮業者は、高船徴収を主とする特権的業者が主であったが、二郎町の生まれた実林町は、清水港、清水港における深海地で、父の三江門は自ら商品を輸送する海運業者であった。また、叔父の二郎八は、米国仲買の株を持つ商人であることからも、三江門は、 二郎八を通じて、米国を輸送していたと考えられている。養父の二郎八は、天保六年、1835年に死去し、二郎町は、高田屋の主人となる。二郎町は再退して家業に従事するが一方では、爆益を行い喧嘩も繰り返しており、天保十四年、1843年、喧嘩の果てに人を切ると、妻を離別して、実施夫婦に、 高田屋の加算を譲り、江尻大熊ら弟軍と共に出奔し、無宿人となる。諸国を旅して、修行を積み交際を広げ成長した次郎長は、清水港に一家を構えた。この時代の次郎長の自席については、明治初期に養子であった、天田五郎の東海有協伝に詳しい。一校下2年、1845年には、海の国家もがりつむ村、 一川三里町の紬文吉と次郎町の叔父、和田島田衛門の間で出入りが発生し、次郎町はこれを調停している。降下四年、1847年には、江尻大熊の妹を蝶を妻に迎え、一家を構える。安政五年、1858年12月29日には、公衆における出入りにおいて役人に追われ、逃亡先の割国名古屋で、 こげたくろくの裏切りに遭い、女房のお蝶を失う。安政六年、1859年には、尾張北亀崎を津川において久しろくを殺害する。同年九月十六日には、下田近平、吉兵衛らが沼津から清水港へ上陸し、次郎町を吸収する。文久元年、1861年1月十五日には、駿河国へ尻りおにおいて、 石松の敵である、宮古田吉兵衛を殺害する。同年10月には、菊川において、下田金平と手打ちを行う。文久3年、1863年5月10日には、天竜川において、海野国の黒駒活動と退陣する。源氏元年、1864年6月5日には、三河国の平井亀吉にかくまわれていた活動を、 片野原尾の蜂と共に襲撃する。慶応四年、1868年5月29日、東西大総督府から駿府調査配役に任命された、富士や上水より、東海道筋、清水港の慶護役を任命され、この役を7月まで務めた。同年5月から6月には、赤包帯に加わった黒駒活動と駿府で対決している。 同年9月18日、旧幕府海軍副総裁の江本武明に、引き入られて、品川沖から脱走した艦隊のうち、関林丸は、暴風雨により、防臭沖で破線し、修理のため清水港に停泊したところを、新政府海軍に発見、攻撃さ、船に残っていた幕府軍の全員が交戦によって死亡した、関林丸事件。 戦いの後、戦死した乗組員の遺体は、明治新政府の咎めを恐れて誰も処理しようとする、ものがなく、清水湾内に漂い、腐敗するまま放置された。これを見かねた次郎長は船を出して、遺体を収容し、向島の砂浜に埋葬した。新政府軍は、この収容作業を咎めたが、次郎長は、死ねば皆仏にござる。ふっつに、官軍も賊軍もないと突っぱね。 翌年には、総死亡混流した。同年3月9日に、旧幕臣の山岡鉄収、後に、静岡藩大三次となるは、駿府において、西郷隆盛と面談し、徳川義信の除名、徳川加盟の存続を訴えているが、鉄収は関林丸事件における、次郎町の義教心に不覚じ、入り、これが起源となって、次郎町は、明治後に、山岡、 榎本と交際したとされる。明治2年、1869年5月22日には2代目、お長が新番組大使により殺害される。明治4年、1871年2月には、旧久能山東照宮の新領である、三輪開墾を起とするが、王や村の抵抗に相断念している。同年10月14日には、海で、黒駒活動が、赤包帯だったいと、 幕府時代の在場で処刑されている明治7年、1874年には、本格的に、富士山南独の開墾事業に着手する。明治11年、1878年には、山岡鉄州に依頼されあ田たグアンを預かる。グアンは、明治15年、1882年に、自郎町の養子となる。明治13年、 1880年6月15日には、三河平一家の原田常吉や雲風隆吉らと手打ちを行う。雲風隆吉は黒駒活動と同盟して、次郎長とも敵対していた幕府で、同年6月24日付、箱幹日報の記事ではこの手打ちを活動と次郎長の和解として報じている。幕地を止めた次郎長は、清水港の発展のためには、 茶の販路を拡大するのが重要であると着目。蒸気船が入港できるように、清水の外交を整備すべしと訴え、また自分でも、横浜との定期航路船を営業する、静高社を設立した。この他にも県令、大阪佐田清の勧めによって、静岡の刑務所にいた州都を特例して、現在の富士市、大淵の開港に携わったり、 私塾の英語教育を熱心に講演したという公費がある。またアリス川の宮に従っていた元官軍の寸州赤神体や演習報告隊の旧大使たちが故郷へ戻ってきた際には、駿が移住させられた旧幕臣が恨みを込めてテロ行為を繰り返す事件が起き、次郎長は地元で血を流させないために弱い者をかばっている。明治17年。 1884年2月25日には、賭博犯処分規則により、静岡県警察本庁に逮捕される。同年4月7日には、懲罰7年、過料金400円に処せられ、異具監獄、静岡市青池井区宮町に服役する。同年4月には、天田具案が、東海有郷伝を出版している。静岡県で、関口隆吉などの尽力などにより、 明治18年、1885年に、景気の満了を待たずに仮釈放になった。明治19年、1886年、東京大学医学部別科を卒業した、植木茂俊と横浜から土佐に向かう戦場で知り合い、植木と同じ土佐須崎家事町出身の渡辺良蔵と、共に清水へ招聘し、青州委員を静岡県夕渡り郡清水町に開設した。 明治21年、1888年7月19日には、山岡鉄州が死去し、谷中前昌案で行われた葬儀には、清水一家で参列している。同年8月4日には、富士山南独海根管誘致払い下げを受け、海根地の一部を高島海門に売却している。明治26年、1893年、風をこじらせ死去。去年74、 万七十三歳没。戒名は、広史良県小山議会古寺。次郎長を知る会には、幕都時代の次郎長を描いた、清水次郎長肖像画が所蔵されている。画山には、文久三年、1863年に、公明天皇が、藍津藩主、松平片森に宛てた、公明天皇新刊の年期、宛書、慶応二年、1866年。 山本長五郎に変えた内容が記されており、天皇と二郎長の結びつきの深さを強調させている。寸州政財会の御意見番にして、元県議会議長を務めた村本清作は、三浦主人などの名で、郷里の歴史をわかりやすく、筆にした。下沢博史も、取材の折に、地方史を村本より教授されたとされる。昭和55年。 1980年、静岡の日赤病院に入院中の村本は、作家の藤田五郎と面談した際に、安藤文吉、駿河の大家文は、弟の達五郎と老人小泉が、参謀にいなかったら、大家文になれなかっただろう。次郎長は、山岡哲秀との出会いがなかったら、ここまで大物には、なれなかっただろうという言葉を残している。梅影前寺に銅像が作られている。 この寺には、清水次郎町、お町、大政、小政の墓もある。平成19年、2007年、昭和41年、1966年に、清水次郎町の5代目の、正統清水一家が解散後、途絶えていた名跡を山口組系2代目、三尾組組長、高木康夫が、6代目として襲名するという木が、週刊誌に掲載された。高木は、 闇金融の元締めとして逮捕された人物である、三尾久都市、初代三尾組組長が五代目の元若手。これにより、静岡市暴力追放推進協議会は、闇金融の元締めだった人物が、清水次郎長の後目襲名するのは、清水の観光客源、イメージ悪化につながるとして、清水警察署に軽承阻止の要望書を送った。しかし、六代目清水一家が正式に襲名発足し、 観光協会と土産物店の中には自郎町グッズを販売中止した店があり観光への影響が出ていた。自郎町はこれまでに多くの映画やテレビドラマの題材として取り上げられている。清水自郎町伝を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。